はいどうもこんちゃくれです。よろしくお願いします。さあということで今回はシリーズ2で大幅な強化となった2選手を一気にですね初紹介やっていきたいなと思います。まずは1人目がこちら、大山雄介選手ですね。こちら個人的にはずっとですね守備 A の大山選手を使っていたんですけれども、久々に継承をいたしました。でなんで継承したかっていうとこちらですね。はい、降格打法がつきました。まあやっとというべきなんですかね。どうなんでしょう、大山選手に降格がついたというのはかなり阪神ファンの方とか純正の方とかからすると嬉しいところになったんじゃないかなと思います。でまあ僕自身もしっかり取ることができたんでここをね、使ってみたいなと思ってます。で続いてもう一人がこちら、はい、佐野啓太選手ですね。はい、こちらも、大山選手と同様に降格打法ですね。はい、こちらがシリーズ2からつきましたといったところで、まあここは個人的にもめちゃめちゃ嬉しかったですし、まあ使用感がねどういう風に変わってるのかっていうところを2人ともね楽しみにしながら使っていきたいなと思います。さあということでやっていきましょう。本日の初戦でございます。よろしくお願いします。大山選手1番、佐野選手2番というね並びで今日は来てます。で守備位置もちょっといつもと変えてて、大山選手佐野選手ともにメインポジションにね守備についてもらってます。さあ頑張っていきましょう。先発はダルビッシュさんできました。まあちょっと今日は守備のシーンは短めでいこうかなとは思っているんですが、せっかくダルビッシュさんできたんで、まあダルセレの話とかもしようかなと思っているところなんですが、どうでしょう、ダルビッシュさんのねセレクションの能力もね発表されまして球種とかも全部出たんですけども、個人的にはね、まあ、ちょうどいいバランスなんじゃないかなって現状では思ってます。現状ではね、うん、まあ、もちろん登場してみてその対戦してみたりとか、まあ、使ってみないとわからない部分が当然多いので、まあ何とも言えない部分ももちろんはあるんですが、まあでもね圧倒的ぶっ壊れってことは正直ないと思うんですよね。まあ、それは間違いなくて、まあ、ツーシームスプリット極端に苦手だよって方とかからすると、まあ、やっぱり脅威であることに、まあ、当然変わりはないかなと思うんですけども、まあ、ツーシームスプリットもね本当に上位の方とかはもう見極めてますし、ツーシームスプリットだけではねもう抑えられない、環境に当然なってきてますので、まあ、そういう意味では、まあ、ぶっ壊れ、圧倒的ぶっ壊れに何も考えずに抑えられるみたいなタイプではないのかなというふうには個人的には思ってますということで、初回は無失点でした。やっぱセレダルも普通に強いな。さあ打てるかな。お相手の先発は松井裕樹選手。これいつのだ、エキサイティングのやつかってことは、ツーシームはない、スライダーが気持ち悪いやつですね。 OK、 さあ行こう。大山選手これは、あー広角出なかったか。あ、広角が出た時の使用感をね今日は一番お見せしたいんですが、さあ OK、 一番大山って昔あの去年かホームラン王争いしてたシーズン最後の最後にやってましたよね。おいっと、うっ、うわー、いった。先頭打者初打席初ホームラン、えぐ。いや大山さんね個人的に打ちやすくて好きなんですよね。阪神純正の回でも結構活躍してるとこを見せてるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、ただ個人的にあの右のパワーヒッターがあんまり得意じゃなくて、これずっと言ってると思うんですけど、高弾道の選手の方が好きっていうのをね個人的にあって、で継承する前の大山さんは高弾道だったんで、まあちょっとパワーヒーも強制的にね特能でついちゃうんでどうかなと思ってたんですけど、まあまあでもよく打てましたね。で佐野選手今広角出てなかったんでシンプルに打っちゃいましたが、さあ山崎武さん今日はちょっとラインナップは広角ほぼ広角かな。おい、ちょっと今日球見えてんな。さあノーアウトで5点取って2試合目サクッといこうかな。おお、浅尾さんボール球だけど、わあマジか、あれ危ねえ、それアウトになるの。なんだその守備、ショート誰、めちゃめちゃうまかった、取って、よー、つったな、スキャッチ、あたした、初戦勝利。はい、ということで2試合目でございます。よろしくお願いします。さあ、佐野選手でこの試合はホームラン打ちたいですね。いきましょう、1番大山さん、徳野出たー、合格。よし、右方向打ちたいですね。綺麗な流し打ち。あ、まあまあまあ、大山さんさっき言ってたのよし、佐野選手も今、合格出てます。今日この試合は徳野かなりいい感じ。能力強い。Okay、結構外攻めしてくれてるしありがたい。そのまま外でお願いします。オッケー、フォアボールやめて。いやー危ねえ、外に来い、外に、いやーマジかー、ちょっと上っ面叩いたなー。やっぱたけしさんがナンバーワン、トゥトゥゴー、惜しい、テテゴー打ち直し、よっしゃ
あれ、でもこの動画結局アーティストが正義になっちゃうよ。ちょっと結局アーティストゲーやんっていう動画にオチになっちゃうけど。ああ、え、何をしてんの。え、なんか、え、な、待って待って待って、どうしたどうした、ペンシルの反応がおかしくなった。あれ、あ、戻った戻った。 OK、 久々に出たな、この主役で打てない病が。 OK、 主役以外全員ヒット。ここまで、いや、大谷さん、何でしたっけ、あの賞、昨日発表になったゲレロジュニア選手が獲得したやつ。やばい、名前が出てこない。打者としての最高名誉みたいな。オッケー、ここつなげばもう一回回る。超えて、よし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 。さあ回ってきました、大山さん2打席目合格、来い。よーし、合格出た。オッケー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 、最高。いや、インコースは打たない、外に来い、外に。インはいいって、外にくれ、外に。あー、もう最悪。一気見送ってもよかったな今な。ベスターズとしては序盤から点差をつけてますから、思い切ったピッチングもできると思いますけどね。取れるでしょ。いやー、何をしてんだ。もう相手もありがとうございましたって言ってたやん。相手もありがとうございましたって言ったら、今日なんか守備がなんかいいプレーもあれば変なプレーも。あー、じゃあ今度こそ取ってよ。あー、坂本さんか、オッケー。私は今度こそありがとうございました。さあ、ということで3試合目、もうこの試合で終わりましょう。いきます。大山選手、佐野選手、まあちょっとサノスの活躍を見せたいね、この試合は。本当にお願いします。大山さん合格、いやー出なかった。ミートめっちゃ落とされる。そう、さっきなんか物足りないなと思ったら応援歌入れ忘れてた。落ちる、オッケー。さあ佐野さん合格出て、いやー出なかった。まあでも、いや、もう打とう、もうシンプルに打ちます。いやー、そのバッティング広角だったら多分フェアだったな。いやー、もう今日ここまで2ホーマーの男、ここでホームラン打ったらもう山崎さん回でしょこれ。あーっ、たけしさん強すぎる、強すぎる。まあ大山さんうますぎー。いやー、超えて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 、うわー、やった、もう最悪。センターの守備練習、オッケー。さあ大山さんもう一回、あー固め打ち違うんだよな、そこじゃないんだよな。大山さんが出ればもう一回サノスにチャンスが。よいしょ、おー、しゃ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 、うまい、今の流し打ち、オッケーオッケー。さあサノス合格機だ、よし、これで終わります、この打席で終わる。ホームランで決める、いや違う、そこはいい。外外外外外外来て、外。いや違う、ああ危ね、オッケーオッケー、ボールだった。ああ危ね、ああボールだったけど、広角のおかげで落ちたよ。広角はやっぱりなんだかんだ偉大、ありがとうございました。